我が家でカレーを作りまして、美味しかったですね。昨日のお昼に作ったんですけど、もう、カレーってやっぱ一回作ると、何しろもいっぱい作れるし、やっぱりまあ、インスタントカレーも美味しいんですけどね、やっぱり自分で作るカレーはまた美味しいなというふうに感じました。はい。今までね、カレーあんまり作ったことなかったんですよ。だから今回本当に、美味しいカレーが作ることができて、ちょっと、お料理の方にもちょっと自信がついて、まあ、カレーで何言ってんだって思ってらっしゃる方もいるかもしれないけど、でもこの第一歩はかなり大きいんですよ。もう次は何作ってみようかなと、はい、かなりワクワクしております。はい。今度は作ったら必ずディレクターさんも持ってきます。今日ね、本当はね、持ってこようか迷ったんですよ。でも、その間に、ちょっとね、お仕事が入ってまして、その間、ルーをどうやって持っていようかっていうのがあったので、悩みに悩んで、この分も盛り込みが食べようというふうな、次はね、持ってきたいと思いますので、安心してください。持ってきます。あ、神戸のまさちゃんさんからです。このみちゃんのオフィシャルブログを見てカレーが食べたくなりましたよって言ってください。皆さん、ありがとうございます。いや、皆様にも食べていただきたいぐらいなんですけど、でも、走れ歌謡曲聴いてくださっている皆さんに、お一人お一人にカレーを作ってって、ちょっと、なかなか終わらないかもしれませんので、その分、カレーの私を見ていただくと、おかしいですか？華麗な私を面白いですね。さてさて、何の話をしようか。何の話をしようか。あ、そうそうそう、華麗な話で思い出したんですけど、私ね、最近結構筋トレに行く時間がなくて、最近もハマってよく行ってたんですけど、ちょっと久々に先日筋トレに行って、そしたらね、結構腹筋って、お家でやってても意外とつきますね。だから、ちゃんとスポーツジムに通ってた方がもちろんいいなとは思うんですけども、なかなかできなくてっていう日はですね、諦めずに、お家で筋トレをすると、意外と筋肉って、ちゃんと正直に、せっかくそうやって、スポーツジム来れなくても、一生懸命筋トレ頑張ってくれてるんだから、筋肉ついてやるかって言って、筋肉ついてくれるんですよ。だから本当にやっててよかったな、というふうに感じました。筋トレの方ももっと頑張らなくちゃならないなと思います。引き続きたくさんの方からの新曲、カモメの海峡の感想メール、ありがとうございます。桜のよっちゃんさんからもですね、スケールの大きさを感じる正統派演歌ですね。印象的なフレーズが一度聞いてすぐ覚えられますって言ってました。それから、千葉の釣り好きかっちゃんさんからも、これまでのこのみちゃんの名曲たちの中で、一番奥の深い色気のある曲と感じましたって言ってました。ぜひ、色気が、はぁ、ついに盛り込みに色気が出てきたか。はい、気を取り直しまして、盛り込みでした。